皆さんこんにちは、タレコです。10月28日土曜日、ただいま私は渋谷にいます。日曜日に現地参戦の予定だったので、土曜日の競馬はお休みするつもりだったんですけれども、土曜日にお出かけした後、行きたい場所がなくて、ここ恵比寿だよね。と気づいたら渋谷のウィンズに来てしまっていました。かける予定じゃなかったので、土曜日の20章は30分くらいでバーって見て買いました。果たして当たるのか。それではまずは土曜日のレースをご覧ください。どうぞ。きれいに揃いました。さあ、先頭争いです。真ん中に乗っています。4番、同心の中を先行いたします。押して押して先頭、2番手に3番、ウィンプレイですが、現在まずは1番新派、10番、連勝を取られて3番。3はお尻が可愛いという理由だけで買いました。ダイヤツ看板は早々に沈んでた当たった。府中本町に到着しました。G1 の現地参戦は安田記念に続き、これで2回目なんですけれども、前回の時と明らかに電車の混み具合から違いました。さすが天覧競馬ですね。じゃないか、天皇賞秋ですね。わあ、枠が一番多すぎる。私はたまたま8時半からの入場券が取れたので気にせずぐんぐん進んでいたんですけれども、なんか10時半の列とか10時45分の列ができていて、冷えとなりました。8時半のチケットを取ったくせに遅く着いてしまってすみません。ということで今回はまた毎日王冠の時みたいにならないように1回は的中させて楽しみたいと思います。それではどうぞ。めっちゃ多い。朝雨降ってたけど晴れてよかったです見て。だけどまた当たったワンモアチケットでやったー、これでお願いします。が佐々木ジョッキーになるっていうのでめっちゃざわついたけど、これ共感できる人がいないしネットもつながらないからもう独り言で喋ってます。また「佐々木」が聞けるかもしれない。めちゃめちゃ悩む。ドウデュースみんなもともとドウデュース悩んでて佐々木騎手どうするんだろう。ドリュースいや何も見えん。も同流種にのには抗えないかなと思って後が見るかもしれないけど当てたくて当てる。余裕だよ。